お疲れ様です、吉田さん。まあ、車ね。車ってのは愛車っていう言い方しますけども、確かに犬を飼っていても愛犬って言わない。言いますね。愛犬って言いますね。本を買っても愛読書って言いますね。結構愛がつくアイテムってありますね。うんま、だ他にもありそうですね。で、多分、吉田さんが R34 に対して、 吉シさん自身の気持ちが変わったっていうのもありますけども、いや実際 R 三四ってものの背景はだいぶ変わったんじゃないかなと思いますよね。例えば価格が上がっていくことによって吉シさんの気持ちが変わったってことは、その R 三四が時間とともに価値を変えていったっていう R 三四の変化だと思うんですよね。まあもちろん R 三四を見る人の変化といえばね、そうなのかもしれませんけども、だんだんパーツが入手しなくなったりとか。 出玉ががが少なくななくっったたりととかかねそのもののもも価値を変えていったっていころもあるのかなと例えば R34 の中古買取価格が50万だったらもしかしたら吉谷さん手放してないかもしれないですよね。で窃盗団がいっぱい出てきて R34 を盗む人がいっぱい出てきたっていう情報を耳にしなかったら吉谷さんは変わらなかったかもしれないですね。で「ワイルドスピード」っていう映画で R34 が扱われなかったら、まあ、そもそも R34 も。 中古車の中の1台として1シリーズ消えていったのかもしれないですよね、うん、だからまあある34自体が変わっていないという捉え方もできるけどもある34変わっとるやんみたいな見方もできるのかなとで創価学会と公明党もなんですけども創価学会は多分ね何も変わってないと思うんですよでも創価学会の中の構成員が変わる以上変わっていく部分があるのかなと 昔の解釈とは変えていかないとつじつむが合わなくなってきたりとかするんじゃないかなと思うんですよ。例えば聖書っていうのがありますよね聖書ってのは2000年ほど前に書かれたのかなと思いますけどももちろん諸説あるんですけどもねその聖書ってものはあのまだ DNA とかが発見されてなかった時代ボイジャーが宇宙に行ってなかった時代それから心臓移植なんてのが世の中になかった時代に書かれた本ですからじゃあそういったことを見通して書いてるかっていうと多分書いてないんですよね。 無理やり後世の人がこれは輸血のことを言ってるんだ。っていう風に解釈をこじつけているところはあると思いますよね。でも、それも時とともに解釈を変えていかないといけないっていうのは、結局は人間のご都合主義で人間の作ったもの人間の書いたものに変化を与えているのかなと思います。聖書の最後の部分には何人もこれを書き加えてはならないみたいなことを書いてますよね。つまり、あの聖書の内容を変更するなって書いてるんですよ。 でも堂々といろんな宗教をやってる方とか宗教家の方とか宗教団体というのは聖書の解釈を変えてますよねつまり書いてる文言を変えなくてもその解釈を変えることによってなんか結局は変えているということなのかなと思いますね、まあ、創価学会に対しての公明党に対する考えっていうのも 捉え方を変え続けてその結果もう公明党は昔の公明党ではなくなったみたいなね、まあ、そんな結論に達しているのかなと思いますね、うん、でまあ愛車の話に戻りますけども私もトランザムはね手に入れてあの持ってない頃よりは手に入れたいっていう欲望はあの薄くなりました確かにそれは本当その通りなんですよでも手放したくないっていう気持ちはありますねと同時に手放す日も来るという覚悟もしていますね だから、いろんな自分の気持ちの、こう、なんだろう、受け取り方があって、その時その時で、やっぱ私も扱っていかないといけないのかなと。うん。だから、ね、トランザもう所有することが人生の目的でも何でもなくって、所有する費をね、どのぐらい持つのかってことですけども、私もね、もう車検2回通しましたんで、もう十分かなと思ってるところあります。だから、あとはね、あの、 もう1回車検通した時に自分がまあなければないでいいかなとも思ってますし最近はねデロリアンの方が欲しいなと思ったりもするんですよ。<laughs> まあ、ということでどんな人も変化するってことでしょうかね、うん、当然車だってね10年前の,あのトランザムと今のトランザムでは価値を変えて、うん、修理代も変わるし税金も変わるし負担感も違うし期待感も違うし変わり続けますね。 じゃあ今日もよろしくお願いします